というわけで、えーと、フルリモートの会社員として働いています。エクセルが得意で、ほぼエクセルで食ってるようなのです、ひろゆきさんはエクセルについてはまだ先があると思いますか結構、エクセルだけで仕事してる会社はいっぱいあると思うので、全然ありだと思いますけどね。なんか、エクセルのマクロだけで、だいぶ業務が改善するような仕事もいっぱいあるので。<laughs> エコバッグは買うべきですかなんか、エコバッグ的なものって、普通に暮らしてるともらえること多くないですかなんか、買わなくても、 なんかちょこちょこもらえるので手に入るというイメージで僕はいますよなので僕は買ったことないですけどもあのうちの彼女というか奥さんというか彩君は何か買ってたりするみたいですけどもはいえー、変な人の回避方法えっ、ー、とまあ物理的に距離を取ればいいんじゃないですかねその前もって変な人かどうかって結構わかんないんですよね その普通に働いててあれこの人まともかなと思ってなんか一歩踏み込んだらうわちょっと変わってたみたいなのもあるのでなのでその最初から変な人に近づかないは結構難しいので多分あの変な人と気づいた時にこういかに逃げるかっていうところの勝負になるんじゃないでしょうか。 えー、慶応福高校に受かった中3ですこのまま放置して慶応大学に進学するかワンチャンかけて東大狙うかどちらがいいと思いますかまあ、とりあえず東大を狙いつつ落ちたら慶応であの東大受けてることは誰も言わなきゃいけなじゃないですか